準備は OK？ OK。 はい、はい、どうぞ。はい、カット。カット、カット。今日は金魚のまぶたのジュベナイル2、初めて出す人に向けての、なんていうの、撮影方法紹介。こんな感じで撮影して、その LINE に送ったらいいよっていう紹介です。はい、じゃあまずは概要から説明した方がいい？そうやね。今年生まれの金魚だけのインスタの中の大会で、ウェブ品評会で。そっか、だからエントリー終わったけど、インスタフォローして、その一次審査の審査はできるんだ。うん。です。うん。ジュブナイル、金魚のまぶたジュブナイル2をフォローして、でその審査がスタートしたら、この魚いいなってやつにいいねすると、そのいいねが多かった人が二次審査に進むっていうね、です。みんなが審査員で、そう、みんなが一次審査はエントリーした人で、初めての人が自信ないもんね。うん。だからこんな感じでやりますっていうのを、また一回やってみます。はい。金魚は。金魚は。あ、で、そこまいか。マブシェで買った魚が一匹無料になるっていうのは、あれは申請すればいい。そう。申請すればいいから、マブシで1匹その買った魚は無料で出せるっていうの、で、うちはこの紹介で一応この下のオーロラマブシで買ったやつを試しに使ってみます。ほい、かわいい、かわいい。水槽の撮影と、上からの撮影、そう、2種類どっちでもいいんで、とりあえず両方1匹ずつでやってみます。ほーい。まず用意するものは、用意するものは100円玉と、100円玉と100円玉を入れるやつ、入れる、うん、ちっちゃいジップロックと、で、ペン、何番にしよう、何番にする、多分番号が配られるけど、そう、番号、番号を何番にしよう、113、なんでそこに書いてある、そこに書いてあったから113、113、はい、って書いて、金魚の大きさが分かるようにここに100円玉を入れる、100円玉を入れる、で、ここの中にこうやって沈めて取るんだけど、こうなるんですよ、大体、ね、で、文字が見えなくて浮いちゃう。そう。だから実は切ると全然ハサミ切れない。ここ。ハサミ全然切れない。すごい切れそうなハサミなんですね、見た目。切ったら切れなくなっちゃう。
こう抜いてあげる。水の中でね。そう、こうやって抜いてあげて。うん、おー、すごい、うん。こうやって置いてあげると置きづらいんやけど、どうやろう。どうかな。いいよね。あ、いいじゃん。すごいすごいすごい。いいね。これ誰が生み出したわ。これ割とみんなやってるかもしれない。あ、本当に。うん。でも最初やった時になんかあれこれして結局、うん、もう無理ってなる時があって、うん、その時はもう水入れちゃう。うん、そう。入れた方が早い。そう。こうやって入れちゃえばもう絶対進む。ああ。最悪これ。うん。まあ、浮いてなければいいでしょう。うん、魚にかからなければ。で、縦やね。縦、縦動画。スマホはそのままで動画に。最初こんな感じやばね。魚と番号が映ったところからスタート、うん、スタートで、できるだけ反射しんようにしたい、うん、これが難しくてですね、反射するんで、ね、こういう30秒から45秒。そう、30秒から45秒で、最初の10秒に横身が映るように。そうですね。じゃあ行きまーす。止まっちゃった。落ち着いちゃった。あ、失敗した失敗した失敗した。したって。これは見せ方は好きに、うん、自分の見せたいところをね、うん、こうやって横身にして両方見せて、もう一回泳いでます。見せたい、きれい、極力きれいに撮って、うん、こんな感じ、うん、けどちょっと筋肉ワンカットでもう一回撮りたいです。これ撮るのがめっちゃ時間かかるもんね。そう、何回も何回も撮り直す、満足がいくまで。長物はね、こうやって一発で捕まえるよね。手さばきもポイントだよね。そうそうそう、うん、クルンってひっくり返すから。やっちゃった。 NG。 これが NG の例をやったよね。そうそうそう、わざと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 こういうのはダメな例ですよっていう例を見せてくれたよね、今の。浮いちゃった、うん、袋が浮いて魚が下に行っちゃった。本当にこれをね、何回も何回もやる。何回も、この前も担当後期いっぱい炊いて、夜に夜中に頑張って撮ったな。入れてくれ。結構長いね、こうやって、うん、そう、結構しっかりと、うん、おこんな感じ。こう水槽の撮影の動画が綺麗に撮れてなかったんで、うん、やり直しで撮ってます。はい。で、とりあえず水槽で撮影するには何を用意したらいいかな。100円玉の袋じゃなくて、紙に、114って番号を書いて、で、テープで留めて、水槽の中央に貼って、貼ります。うん、で、
これが100円玉の代わりです。100円玉の代わりに紙で番号を書いて水槽の真ん中に貼り付ける。で、大きさが分かるようにメジャーなんかで、うん、こうやって水槽の下にメジャーを、大きさが分かる、うん、で、後ろは白バッグがいいでしょうということで、でこれでいきます。はい、これで水槽が白い。で、こういうこんな感じ。これでセット完了で、で取り方はさっきのと一緒で、縦で、縦で最初この番号と、番号が見えればいいよね。そう、番号と、あと魚、うん、魚が一緒に入ったところからスタートなんだけど、来ないっていう。よし、いやー、手前に来てほしいよね、魚も。そう、そう、せっかく撮影するってなると、あ、来た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 。スタート。スタート。で、10秒以内に上から撮影。で、上を見せたら残りの時間は下で、下で横見の姿を撮影すると。大きさが分かるようにも見せつつ、アップに押しつつ、めっちゃ綺麗に泳ぐ。あっ、あっはい、はい、やり直しです。やり直し、まず魚と番号が来るように。いいやいいやいいや、スタート、スタート。あ、まあ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 、ちょっとスタート、スタート。さっきと一緒で上に10秒以内に上を見せて、また下に戻って、ここはこいつ綺麗に泳ぐな。うん、すごい綺麗。分かってる ね。すごいやん。うん、優秀。優秀。で、で30秒から40秒で、で、いった。おお。こんな感じです。はい。これも綺麗に今泳いでくれたからいいけど、そう、止まっちゃうとね、なかなか何回もやり直して、うん、一番いいやつを提出に当てて、うん、あとはそうだよな、あとはね、うん、期間内に、そうだね、綺麗に撮影して、天気がいい日とか、うん、夜ならライト当てて、当ててね、うん、綺麗に、一番綺麗に見えるところを撮ってもらう、うん、そうだね。今外でね、日陰になってるけど、そう、外で日を当てると綺麗やけど反射するし、反射するし、そうだよね、一番やりやすいのを自分で見つけてもらって撮るのがいいと思います。はい、海に泳いでる。そうそうそう、はい、あとはエントリーしてない人でも、うん、あのインスタをフォローしてもらったら、一次審査の時は、そう、いいねを押せて、いいねを押してみんなの魚が見れます。で、すごい、その好きな魚にいいねを押したら、そのいいねの数が多かった人が二次審査に勝ち残るんで、うん、エントリーしてなくてもぜひ覗いてください。自分の好きな、いいと思う魚にいいねを押して、そう、それが一時通るか通らないかは分からないけど、結局
ね、ね、みんなの審査員になれちゃう、うん、それもいいよね、うん、なんか面白い面白い金マブならではの、うんうん、すっごい泳ぐやん、めちゃめちゃ泳ぐ、出せばよかったこんな泳ぐなら出せばよかった、ね、めちゃめちゃ泳いでくれるよ、まあそんな感じです。そうだね、頑張って撮影してください、はい。